やっほ、パート2、やっていこう。前回は、マイペース平原さんがおこうこたがみんに殴られて終わったね。うん、まあ間違ってはない。のか。それで前回の画面が見切れてたあのことなんだけど、うぷ主がひたすらアマレコの設定いじりまくっても治らねえって20分くらい試行錯誤したみたいでさ。うぷ主機械音痴だもんな。大体適当にいじったらなんかできましたパターンだし。それでどうしても治らんって諦めて録画して編集したんだって。そしたらたまたまゆっくりムービーメーカー操作してる時にマウスのローラー回したら画面が縮小できたんだって言ってたよ。ほんとバカだね。救いようがないなまったく。というわけで今回からちゃんと画面映ってるはずです。迷惑かけてごめんね。さて、前置きは済んだろ。実況しようぜ。なんか手に入れたみたいだし。なんだろうねこの金具、何に使うんだろう。バラバラって説明にも書いてあるし、まだまだ見つけないとダメなんじゃないか。まあとりあえず置いておこうかな。直接使えそうにないし。お、地図だぞ霊夢。これで迷わず進めるな。何気にこの地図便利なんだよね。開いたまま動けるから。おお、確かにそりゃ便利だ。さて、これからどうすりゃいいんだろう。あー、ここは入れないか。とりあえずここからでよう。あれ？何やってんだ違うぞ反対側だ。普通に間違えちゃったてヘペロリンヌ。はっはっは、こやつめ。はい、仕事を押し付けられたマイペース平原さんは放っておいて、進みましょ。お前まで扱いがひどいぞ。ん？鏡？通ったら吸い込まれましたへっへっへ。そんなことはなかった。わけがわからないよ。おう、そうだな。私はそんなお前に。わけがわからないよ。わけがわからないよ。やばいでしょ今の鏡の中からこんにちはですよ昔怖い話の映画かなんかであったじゃん鏡の中の世界に吸い込まれるやつあれ小さい頃見たからトラウマになったんだよしばらく鏡を直視できなかったんだよはいはいわかったから落ち着け霊夢もう鏡に近寄ったらふわって上でシュッと吸い込まれてあっちの世界に連れてかれるんじゃないかって顔を洗う時も歯を磨く時も鏡は絶対になかったよわかったってうるせえよ静かにしろだが断るわけがわからないあの頃は素直だたのにこんなに汚れてしまった。あ、骸骨さんちっす。おい？走行してるうちに二つ目の金具が見つかりました。全部で何個あるんだろ？なんとなくだが、これがエンディングに関わってくる気がしてきたぜ。それよりも理科室の模型シリーズはヤバいと相場が決まってるんだよな。こいつ、喋るぞ。いやはやてっきり襲われるかと、むしろいいやつそうなんだが。ダメだよマリサ、警戒心を解いては、油断したところを仕留めに来るかもしれない。さあいつでも、あれ？どうやらヒントをくれる存在みたいだな。怪しいとか言っちゃってすいませんでした。これから先輩と呼ばせてください。おう、だったら少し肩が凝ったな。ずっと釣られてるし、ちょっと揉んでくれ。了解しました。いやー先輩肩ガッチガチじゃないっすか凝ってるってレベルじゃないっすねー。だろう、苦労してるん。さっさと行くぞ。さあせん。とりあえず進展があるまでカット。お前も来んの？はい、あれからなんかちょっと進んだらこんなとこにありました。霊夢くん、無駄にトイレとか漁ってたもんね。え、マジでこいつなんなの？さも当然のごとく自然に入ってきてんだけどこの骸骨。マリサ、失礼だよ先輩に向かってそんな言い方。というわけでこれからよろしく、霊夢くん、マリサくん。わけがわからないよ。と。まあ先輩の紹介してる間に家庭科室の鍵をゲット。じゃあ早速家庭科室に行かないとね。おいおい、何してんだ霊夢。いや、一応何かないかと、仕方ない、カットするぜ。なんか痛々しいカット音だな。ささ、
家庭科室に突入だよん。お、入っていきなり何かあそこにあるな。ん？調べないのかい？念のためセーブですよ先輩。ああ、なるほど。驚きだろう？私たち、骸骨と喋ってるんだぜ。ん？何か言ったかな？マリサくん。なんでもないぜ。あとくん付けはやめてくれ。じゃあ、マリサちゃん？いや、それもちょっと。お二人さん仲いいわねー。少しビクってなったよ。骸骨もビビんのな。一応生前は人間ですし、おっし。え、先輩って模型じゃ。迷惑。ほら、また新しい人物だぞ。え、わけがわからないよ。待たせたな。とんでもねえ、待ってたんだ。なにこれ。あ、行っちゃった。ふざけてないでオーゾレイム。それが、その、ん？何してんだ？実は、ここでパート1を終わるつもりだったからその、カットしろ。おう、怖い怖い。はい、さっきからリアルで4日くらい経ちました。まあ、カットしたから一瞬なんだがな。この時ウプ主は前回何やったっけと悩んでおります。そしてあれ？こんな人いたっけと混乱しております。はい、皆さんはお分かりでしょう。また新キャラのようです。こんな初登場の谷崎さんへ。この辺りで大体思い出しました。アホですね。ハゲ道、イカ道文。邪魔、追いかけますかね。さらっとカットしたなお前。だってウプ主が無駄にうろうろするんだもん。で、見つかったのか？それが。あれ、私だ。え、おかしいのか？まだ通ってないから知らなかったけどそうみたいだね。なるほど。わからん。つまりヒントだよ。もっとわかりやすく頼むぜ。いや、片方はすぐわかるよ。ん？あ、これか。そう、これが目立ちたがりな臆病者。多分。はぁ？なんでもないです。もう一つは水辺。ねえ。学校内で水があるとこってプール、トイレ、あとは池とか、あるか知らんが。ま、そのうちわかるよ。でまた倒れてるじゃないの。お、お、はぁ、あ、まあ、その、うん。ほんとだよまったく。おう、右ね、了解。あれ？ちょ。後ろがキキキキキになるなぁそれ。わけがわからないよ。もしかしてあれがさっきの臆病者が。ふっふっふ、どうかなぁ。うぜぇ。ささ、無駄行為はどんどんカットしちゃおうねー。おっと。今回は前を見ていこう。過去を振り返ってばかりじゃダメだ。お前は何を言っているんだ。じゃあ、編集に疲れ。キリがいいので今回はここまで。おい